この後ろの毛束が首に触れなくて涼しくておすすめです。チェキチェキこんにちは、表参道ヘアティストあやまるです。あやまる美ヘアチャンネルの公式 LINE を始めました。 LINE を追加していただいた方になんと5つのプレゼント動画を用意しました。今後のお知らせなども LINE でお伝えしていくので、ぜひ動画の概要欄からチェックしてみてください。はい、ということで今回は暑い、暑すぎる。いよいよ8月にも入って、この時期は外にいるだけでも汗だくで大変ですよね。そうなると夏でも過ごせる涼しいアレンジ知りたいって思いませんか？そこで今回はこの夏ぴったりのヘアアレンジ3つ紹介したいと思います。これから夏休みだったり連休だったりでお出かけする機会も増えてくると思うので、ぜひ参考にしてください。はい、それでは早速やっていきます。まずはヘアアレンジ前の準備からやっていきますね。最初にまずはブラッシングをしていきます。これはどのアレンジも共通で必ずやるようにしてください。髪の毛が絡まっていると綺麗なヘアアレンジはできません。はい、これで全体がブラッシングできたら髪の毛を巻いていきます。やっぱり髪の毛を巻いておくとアレンジもふんわりしてとっても可愛くなります。巻き方はアレンジの時は正直何でもよくって、中間から毛先が巻けていたら大丈夫です。今日はミックス巻きで巻いていきたいと思います。はい、これでざっくり全体が巻けたので、次はスタイリング剤をつけていきます。今日はオイルを使っていきます。まあ、もし髪の毛を巻くのがめんどくさいっていう方だったら、スタイリング剤だけでもつけておくといいと思います。でもやっぱりこうやって巻き髪をしてベースを作っておくだけでアレンジの見栄えが全然変わってくるので、ぜひ時間がある方はこんな風に巻いてからアレンジするといいと思います。ちょっとでしか時間がないっていう時はワンカールだったり、毛先が動きついてると本当に見栄え変わってくるので、ぜひ巻いてください。はい、これで準備が整ったので早速アレンジをしていきたいと思います。最初は超簡単にささっとできて不慣れ感のあるポニーテールを作っていきます。まずは髪の毛を耳の後ろのところで分けて、前と後ろに分けていきます。ざっくりで大丈夫ですよ。だいたいこんな感じです。残った後ろの毛束をこの耳の位置で結んでいくんですが、この結ぶ時にちょっと毛束を上に向けて結んで、髪の毛と首の間に空間ができるように結んでください。そうすることでここに隙間があるおかげで首が細く見えるし、この空間が空いてもう涼しくなります。結ぶ時にこうやって下に向けて縛ってしまうとどうなるかっていうと、ぺちゃんこになってしまうの分かりますかね。こんな感じになってしまうんですけど、縛る時にそもそも毛束を上に向けた状態で縛っていくと、首と毛束の間に隙間が空いてちょっと立体感のある元気な感じなポニーテールに見えませんか？こうするとさっきと印象違くないですか？この上に向かって結ぶっていう一工夫でも全然仕上がり変わってくるので、ぜひ意識してやってみてください。はい、そしたらこうやって結べた時点でまず後ろの部分をほぐしていきます。爪と爪で細かい毛束を引き出すように指2本分の間隔でほぐしていってください。もう 2,3 本掴むイメージで引き出せば、だいたい周りの髪の毛も一緒に出てきて10本ぐらい引き出せるので、なるべくつまの髪の毛は 2,3 本のイメージで引き出していってください。そしたら次、残しておいたこの2つの両サイドの髪の毛を後ろで今結んだところの上で結んでいきます。この時に遅れ毛を先に出しておいてくださいね。結ぶ前に遅れ毛を出しておけば調節がしやすくなります。はい、そうしたら横の髪の毛を後ろで結んでいきます。結べたら今結んだ髪の毛、上の部分の髪の毛だけくるりんぱをしていきます。そうしたらこのくるりんぱも軽くほぐしていきます。くるりんぱの部分を押さえて横のところもほぐしていきます。はい、そうすると今こんな感じです。そうしたら今くるりんぱとベースのポニーテールが2つに分かれている状態なので、これをまた1つにまとめるようにゴムで縛っていきます。こんな感じです。で、今結んだ部分は飾りのついたゴムで結んでもいいですし、ない方はこういった普通のゴムで結んでいただいて大丈夫なんですが、このままだとやっぱりゴムが見えていてちょっと残念なので、ここからゴム隠しをしていきます。まずはポニーテールの毛束の端っこの毛束をだいたいこのぐらい取っていきます。小指1本分ぐらいの太さですね。そしたら結んだところのゴムを1本引き出します。このゴムに毛束を巻きつけていくイメージです。くる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 3周ぐらいだいたい巻きつけていきます。最後に来た毛先は下に持っていて隠す、こんな感じです。で、今ゴム隠ししたところも軽くほぐしていきます。はい、そうするとこんな感じになります。あとは前から見た時も可愛いように横の部分も少しほぐしていきます。
この耳上の部分を少し緩めに耳3分の1ぐらい隠してあげると輪郭がキュッと見えて小顔効果があります。どうですか、可愛くないですか。やっぱり夏って髪の毛を後ろでまとめたくなると思うんですけど、このアレンジだったら簡単で不慣れ感もあるし、この後ろの毛束が首に触れなくて涼しくておすすめです。はい、次2つ目は玉ねぎポニーを作っていきます。これもめちゃくちゃ簡単ですぐにできちゃいます。まずは少し高めの位置でポニーテールを結んでいきます。この時も結構手ぐしでざっくりざっくり結んでいくといいかなと思います。軽く上を向きながら縛っていくと、この後ろの部分がキュッと締まってうまく縛ることができます。で、今日はこの位置で結んでいくんですが、おくる毛を出す場合はこの今の時点で出しておいてください。結ぶ前に出しておいた方が調節がしやすいです。はい、これで一つにまとめていきます。上を向きながらやってくださいね。はい、そしたらまず最初にほぐしていきます。ポニーテールって結構キュッてなってグッと上がりやすいので、この横の部分もしっかりとほぐしてあげておくとふわふわになって可愛いです。爪と爪で細かい毛束を引き出すようにほぐしていきます。で、この下の部分も軽くほぐしておくとバランスがいいかなと思います。あんまりほぐしすぎたらこの後ろの部分がブヨブヨになってしまうので気をつけてください。そしたらまずこの根元の部分のゴム隠しをしていきます。毛束の端っこの髪の毛を取ったらゴムに巻きつけます。毛先がまだ余っている状態で下に持ってきたらゴムで結びます。で、あとは毛束をキュッと締めればゴムが隠れてくれます。こんな感じです。あとはこのポニーの部分にどんどん玉ねぎを作っていきます。まずは最初はだいたい指4本分ぐらいのところでゴムで髪の毛を結んでいきます。こんな感じですね。で、ここの部分をほぐしていきます。ここはちょっといつもよりも太めの毛束を引き出してほぐすとより玉ねぎっぽくなって形も綺麗になります。で、こっちの見えている部分の方を少し多めにほぐしてあげるとバランスがいいかなと思います。はい、一つ目がこんな感じです。次も同様にだいたい指4本分のところで髪の毛を結んでいきます。そしたらここも同じように少し太めの毛束を引き出すようにほぐして玉ねぎを作っていきます。内側も忘れずにですよ。はい、こんな感じです。次3つ目も同様にだいたい指4本分のところで髪を結びます。そしたら同じようにまたここの部分も太めの毛束を引き出すようにほぐしていきます。はい、こんな感じで毛先の方まで玉ねぎが作れたら完成です。どうですか、これも簡単でちょっと個性的で可愛いですよね。首元も涼しいし、意外と浴衣とかも似合うと思うのでぜひやってみてください。はい、最後3つ目はサイドアレンジを作っていきます。まず髪の毛を分け取っていくんですが、この左側のこめかみから右側の襟足に向かってこういう感じで斜めに分け取っていきます。こめかみから右の襟足に向かってこんな感じで大体で大丈夫ですよ。こめかみから右の襟足までざっくり分けていただきます。こんな感じになります。そしたらまずはちょっとこの下の部分の髪の毛だけ残しておきたいので仮留めで縛っておきます。こんな感じで置いておいてください。そうしたら次上の部分にあった髪の毛を左側に持ってきて、だいたい耳と同じぐらいの位置で髪を縛っていきます。で、この時もざっくりざっくり手ぐしを溶かしてもらって、この分け目のところとかもこんな感じでぼかしながら髪を縛ってあげるとぱっくり分け目もつかず可愛いかなと思います。はい、今こんな感じで上の部分の髪の毛を耳後ろで縛っています。そうしたら最初に仮留めしておいたゴムを外します。この下に降りている毛束をだいたい耳後ろあたりで半分に分けます。こういう状態です。この髪の毛を今結んだゴムの上のところで結びます。そうしたら今結んだところを下から上に向かってくるりんぱをしていきます。そしてキュッと締めます。そうすると今こんな感じです。あとはこれをほぐすだけです。まずはくるりんぱの部分を細かい毛束を引き出すようにほぐしていきます。ゴムの部分を押さえながらほぐすと綺麗にほぐせます。もうこれやるだけでもアクセサリーついてるみたいで可愛いですよね。あとはこの表面の部分もゴムを押さえながらほぐしてあげます。今結んでいるところを中心にして放射状にほぐすと綺麗にバランスよくほぐすことができます。後ろ全体ほぐすことができたら、次は前から見ても可愛いようにこの横の部分もほぐしていきます。こうやって細かい毛束を引き出すことによってあえてほぐしているんですよっていうこなれ感のあるほぐしをすることができます。
ちょっと耳かぶらせてあげるとよりルーズな感じが出て可愛いんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで完成です。あとは最後にちょっとまだ巻きが足りないなって気になる部分があったら少し足してもらっても大丈夫です。こんな感じで軽く巻きを足していきます。こんな風に毛先を前に持ってきたらなんかすごい女の子らしくてめちゃめちゃ可愛くないですか。これもこの後ろの部分すごい涼しいし夏服にも合うと思うのでぜひやってみてください。はい、以上がこの夏にぴったりのすっきり涼しいヘアアレンジ3つの紹介でした。このアレンジで楽しい夏を過ごせてもらえたら嬉しいです。今日の動画が参考になった方は高評価チャンネル登録お願いします。下にコメント欄もあるのでたくさんコメントお待ちしております。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。